チャッチェス。今日はどこですか？こちらは、うん、うちら家族がすごい好きなとこなんですけど、うん、プライベートでめっちゃ来てたけどいつか撮影したいねって言って、うん、やっと撮影できる、うん、アング駅です。アングあっアング駅はね、うちは個人的にすごく思い出たくさんなとこで、うん、うちのクロレシピの動画でも出てた写真撮ってたとこね、うん、そこがアング駅なんですけど、ここは素敵な部分がいろいろあってすごく韓国の雰囲気も出るし、違う、ね、というよりね、ここは韓国の雰囲気っていうよりは、うん、ザ・韓国を楽しめる街っていう感じですね、うん、今日街ブラですよね、うん、やめろよこの街の特徴としてはあれじゃん、うん、言えよ。英語で書いてるところがない、全部韓国語で、看板とかも、はい、あれ見て、スターバックスも韓国語で書いてるの。そう、あえて街の風紀を、うん、まあ、乱すわけじゃないけども、うん、保つために、うん、韓国語で書いてる。でも英語も書いてるけど、ちゃんと、はい、じゃあ俺たちも今から撮影中、英語禁止縛りで、あ、オッケー。お前言えへんっす？オプションで、あ、違う。じゃあこれからアングル駅待ち場スタート。スタート。じゃあ英語使ったら何があるんですか？じゃあ使ったやつ踊ろ。あ、踊る、うん、イエーイ。わー、でも久々来たな。買い物いっぱいあるね、うん、で、ここは飲み物飲めるとこあるじゃん。なんか昔の雰囲気が出てくるな。うわ、すごい可愛い。可愛いでしょ。超可愛い。あれ、何これ。ゆずラーメンって何？ラーメン屋さんどこ？どこにできたの？あっちだ。人たちいっぱい入っていくけど。えー、気になる。前までちょっと行ってみる？前だけちょっと見てくるか。ちょっとね、ちょっと何これ、こういうの好き。どこや？さっき探してるんだ。忘れよう。あ、これ、ここ、おんまが上手なカーベギー。うまそう。うまそう。あ、ちょっと、あ、お前大好き。言わなきゃよかった。なだれ方式だったけど、お前から始めよう。お前、これだけは失礼して、ほんとに。じゃあ、無調子すぎた TWICE の新曲いきます。キリリまさかね、褒められたの。お前もやれよ。でもさ、韓国とかでもさ、いろいろ食べ物流行ったりするし、それが日本でも流行ったりするじゃん。これ一つ言いたい、やっぱり大事なのって、こういう壁紙みたいに流行りもしないけどずっとある、それが一番いいことなんだよ。流行ったり落ちたりもしないじゃん。言いたいことわかる？わかるよ。安定してずっと合う、こういうのをぜひみんなに食べてほしい。なんかさ、ああいうフレーズ棒つけて揚げてるやつとかさ、今使えてる。英語とか、あ、入ってる。あにゃ、あ、あにゃ、あにゃ、うん、なんか、じゃあ、かも、うん、幻だ、幻。お、ほんま。あ、おっぱ、あの、見て来たね。閉まってる。え、閉まってる。え、なえた。踊る事情でな。この店に来たと言っても過言ではない。ここめっちゃ可愛いの。韓国っぽい商品がいっぱい売ってるところなんだけど、ちっちゃい귀여운거많은데しょうがないか。はい、楽しかったね。この店楽しかった。あ、見て、あの道。お、写真スポット。本当は韓服着てね、着替えたりとかしたい。ちょっと映えるように撮って。それじゃ立ってみて。お、昔の人たちだ。どうも、チャングムです。映えてる？
いや、別にこれ YouTube 見てる世代の人たちに伝わるかな、こういう綺麗さね、お前ね。うん、そうやね。若者にはこういうの伝わんないんだよ。イゲソナムエよ。知ってるわ。いや、ソナムと단풍이세요。うん、パパ、半分ドラッドラッ、行こうよ。行こう、いいよ、もう。木を楽しむ時間なんだよ。木の前でサムネ撮ろう。いや、違うでしょ。この動画、木動画じゃないの。いや、アングエキのショック。コンサカンですよ。来たい、私も。うちも来たい。でもあっちにちょっと行ったらね、うん、あるよ、切れるところ。お、じゃ切れる。うん、あ、木よ木よ。うん、この木は何ですか。木の動画じゃないって。あ、そうなの。俺だから若者は自然を感じて、もっと変わらずにずっとあるものにフューチャーしていこう。今度主題それだ。そうそう、主題。あ、ここほんまあれじゃないですか、うちの家の食器。ちょっと行ってみましょう。うん、そう、ここ食器がね、すごくおロクシャリーなが売ってんの。ジャングル。ほんま、いごのむやっぽいだ。チャンバンチャでも売ってた。ほんま、접시사줄게접시고요。접시집에접시너무많아여기서사한접시도많이있어지お上品。うん、あ、こういうのもさ、ピンクネイル色気なのな、なんか和式付けだから、それ何するんですね。職人さんが一つ一つね、うん、アンドメイドで。これかわいいピンクセット。これ BTS コラボですね。違うよ、合ってるよ。これ、うん、謝れ。合ってるよ。謝る。すみません。いや、이거하나에200만원이야。이거예쁘다。엄마가짜해。이거미쳤어이거보여사는엄마가짜해。아됐거든。근데엄마이거너무멋진데。그래。이런데근데만지지마。난데。응？이따라이놈이난데사는。こういうのね、大切なものとか入れたら、うん、そっくりさ、お、海ビトンだ。BTS だ。あ、うち、こういうところでご飯食べたい。1回か2回やったらもう満足するやつだよ。おっぱ、はよあら、韓国へすはよ行こう。韓国、酒が없는데、소주중에이게제일고급지거든。一つ一つがすごく綺麗やね。うん、うん、いや、どうですか、ほんま必要ないんですか。買いますよ、なんか買わないの。ね、今日はそうでもないですか。ダイソー行きますか、ほんま。ね。実は、여기서광주에서엄마가많이사다놨어。何個かあるんだよね、うちにもね。うちの女のだからスタイルがそうだから。これなんか100均とか安い中にちょいちょい高いのを混ぜ出しとけばバランスが取れるっていう方式ですね。そうや。わかるわかる。俺ともそうだもん。服とかも全部 H&M でいいから。いや、その話長い。え、なんだ。お、おっぱい取られてない。おおおおお。나는이거멋있다고생각해이광고예쁘다근데오빠어머이거예쁘다화장대와멋있다이게이게예쁘다집이사하면은70만원화장대이거거울까지가지고400원씩아저씨안드셨어요아니요이거냉장고있어요ほんまギリギリだ、失礼のギリギリまで来るな。ほんまこういうとこでちょっと値段交渉するのやめよう。なんで？今日すごい素敵。今日これ本当に素敵。いくらぐらいだったの？これよ。900万円。900万円。ちょっと待って、このおっさんちょっと値段言うとき考えてなかった。一つ買おう。な、花咲いて。な、おっちゃって、화장대の TV 옆에이런거하나놔두고싶어서。근데진짜이런거멋있는데응응우리こういうの置いてる家お金持ちだと思う。아한국あるあるだよね。오빠갖고싶은거있으면사줄게웬일이래자꾸그오랜만에그거가서쓰잖아오빠응이런거하나갖고가라お兄ちゃん箱の需要ないんだよな。すごい綺麗なの分かるんだけど、見方を変えたらさ、ちょっと柄悪いっていうか。だからお兄ちゃん、お兄ちゃんの家に後輩とかが来た、そういう時にこれパーって持ってきて開けてみろっていうの。あ、たまたま方式だ。でその後輩がパーって何ですか先輩って開けた瞬間鉛筆。こんにちは。じゃあ
シーチでもじゃこれがいいの。これリビングにさ、こうあったらさ、大物感ない。そこでお兄ちゃん、上着はなし脱ぐから、タンクトップ。こうあったらさ、どう、買ってあげるよ、いくら。今日は前や、ここは880よ。じゃあ、これでいいすか。あと万を판매가되면13,000,000원이었어요. 어, 이거잖아요? 응, 한복, 렌탈. 색깔은 좀 기가 맞아? 응, 이정도. 이거는 好き. 렌탈 기프트샵. 어, 아, 뭔가 テンション 上がってきた. 일단 한복, 네. 이거 촬영하면 있는데.1시간에만원2시간만원처럼되지않나요?어엄청저렴하네?갈아입자갈아입자10만원정도남자옷도예쁘네남자옷도멋있다진짜야생이다그지?어?예뻐우리가으아기다요거입으실거면잠깐사진찍겠다아시겠어요?그럼갈아입고와나는고르고있을게존아뚱뚱거주있어서시다바리데스はい、着替えてきました。はい、めっちゃいいね。うん、すごくいいよね。お前めっちゃ可愛くなってな。ほんまも上品になっちゃって、服だけ着替えたらすぐ上品になっちゃうわ。こういう人いるよね。うん、うん、待て待て待て俺だけなんか暗い低ないか。俺ワンがいい言うたやん。이거는이거는선비라고이거는양방이잖아양방인데공부만계속하는사람이잖아우와젠젠지금젠젠지가나야난거응텐텐치고또세진이선비와공뱅크팍깔시대로참나만시다발인데괜찮아이뻐응이야너또니냐이런미친새끼자最後にこの服着て한국のさこの服に合ったちょっと古風の街並みと合わせて撮りますか。え、OK。もうこれで俺カメラ回してたらもう下っ端じゃん。アングー駅はこうやって着替えてそういう気分を味わえるっていうのもいいよね。おお、ポスチャンナなんで撮り？うん。これドラマの一面みたい。うん。あ、道めっちゃ綺麗だね。こういう道好き。お前。大丈夫か。おばこたちばね。その手いらね。その手いらね。お前鼻くそをじってんの見てて、こけた。鼻くそをじんなよ。その格好して。別にいいじゃない。ちっちゃいった。プチだ。プチプチ。グッドこれ。ね。うん。ここ持っていい。이게이게오이야와대장을내아진짜잘한다엄마잘하는거아니야아유슬프나이소나님은언제오시나누가이런소방맞은여자처럼보인다아유잘했네재밌었다네아또유마였다와で実は今回視聴者の方たちにプレゼントがあるんだけど、初じゃない？初。俺はやめとけって言ったんだけど、オンマとサラがもしかしたら欲しい人がいるかもしれないって。ちょっとこれお兄ちゃんが持って帰って、お兄ちゃんにちょっと持って帰らせます。よろしく。はい。はい、というわけで、いきなり登場すみません。ここまで動画をご覧いただいてありがとうございます。リグンです。はい、それでちょっと急遽画面が切り替わって申し訳ないんですけども、今日はなんとですね、今見てた動画の中に出てきてた、途中、なんか骨董品屋みたいなとこあったじゃないですか。そこが残念ながら閉まってたということで、なんと後日、行ったんですよ。で、これ、まあ、買いながら見てるうちに、あれって、これ、視聴者プレゼントをしたら喜ぶんじゃない？しかもお前日本に戻るし持って帰ればいいじゃんっていう感じになったんですよ。よいしょ。
逆転の発想ということで、まあ、僕的にはプレゼントコーナーって僕ら今まで一回もやったことないんですけども、なんかプレゼントコーナーといえばプレステとかスイッチとかっていうハードルがあったから、こんなんでいいのかなっていう感じだったんですけども、まあ、オンマがご利用して、いや持ってけ持ってけと、その送るぐらいなんでもないんだからっていうことで、こちらのじゃじゃん、これは韓国のですね、ちょっと歴史深いあの骨董品屋さんが結構有名なところで、いろいろ歴史深いんだけど可愛い感じのものがたくさんあったんで、まあ、そんなにたくさんはないですけども、もし欲しい方がいるならば、まあ、日頃ね、このガッティのチャンネルを見てる皆さんに関しての気持ちを込めて、本当に大したものじゃないですけども、プレゼントをしたいなっていうことで、まずちょっとですね、A からどんなのがあるかっていうのを簡単に紹介したいと思います。まずはですね、この手に持ってるお箸セット。これが4つ買ったのかな？見て、これ。すごくなんか、気品あふれる感じの色とりどり。まあ、ちょっとしたね、韓国料理なんかを家で作ったりなんかして、ちょっと気合い入れたわ、なんていう日に、こういうのをね、ちょっと横に添えてあげると、また、違うのかなっていう。なんか、ショッピングみたいな。と、これは、ちょっとこれ広げてみないと伝わりにくいんだけど、敷物？これすごいいいの。うちの家でも飾ってある。これを一個アクセントとしてかけてあげるだけで、すごく韓国感が増すよっていう。正式名称わかんないんですけども、敷物。で、これがですね、ちょっとウケるんだけど、耳かき。かわいくない？まあ今ね、コロナで、まあ、韓国に行きたいけど行けないっていう人たちもたくさんいるみたいで、まあ、気分だけでもちょっと味わってほしいなっていう気持ちです。で、女子バージョンもあって、これが4つあります。で、これあと、スプーンセット。淡い色。うん、時間ないんでパッパッといきますね。で、これは、手鏡かな？確か手鏡だったと思う。最後。ちょっとね、なんつうのかな、おばちゃんっぽいって思うじゃん。なんか全部こういうんだとちょっと渋いけど、でもポイントで持つと可愛いじゃんっていう話ではあった。ちょっと待って、これ何？すいません。これは多分ね、もうネタっすね。こういうのもたくさん置いてあって、亀の骨董品。でもこれ地味に高かった気がする。なんかサラが選んだんじゃないかな。なんかこの亀でなんかちょっとハッピーになってくださいっていう意味だと思います。すいません、なんか邪魔になったら。これもう一個あったね。ちっちゃい亀。これ多分さ、どうしても亀をあげたかったんだろうね。でもなんかすごいこれ、幸福が訪れそうではあるけどね。だからこういうことだろうね。親子で。どうしますか？これはセットでいきますか？別々でいきますか？まあ、数ないんで別々でいきますよ。で、これ僕個人的にすごいおすすめな。髪飾り。たまーにですね、サラが動画でつけてたりなんかもしたりとか。意外と、なんか家とかでダルギーで着てて、これだけポイってつけると、なんか可愛いんですよね。これあれだ、絶対。はい。ですね。これも、まあ、ネタですかね。いや、ネタではない。これ実は、もう、日本語も書いてますね。これ伝統のね、仮面なんですけど、サラと俺でこれすごいトラウマがあったっていう話があるんですけど、まあ、それはまた、後日話しましょうか。の、マグネット。結構ね、笑えないレベルで怖いんですけど、うん。これはちょっと、ネタです。と、今回の多分目玉ですね。これ。ででん。これが一番高かったし、今ちょっとね、包んじゃって開封できないんですけども、これ化粧台ですね。多分動画でも出たんですけども、派手なやつ。もしこれね、当たった人がいたら、もう大事に使ってください。はい、というわけで、今回は21名の方に、抽選で、ガッティのチャンネルから、皆様にプレゼントをしたいと思います。いや、中途半端だな、21名って。本当はね、もっとたくさんあげたいっていう気持ちはあったんですけども、今回は、初っていうのもあったんで、ほんとすいません。なんか、大したものじゃないんですけど、これをですね、概要欄にある応募フォームから応募していただいて、この物に関しては、もう当たった方の中から、それも抽選で何がとかっていうわけじゃなくて、ランダムで選ばせてもらって、お送りしたいと思いますので、あ、それとですね、ぜひ欲しい方がいたら、チャンネル登録と、していただいて、応募してください。もうチャンネル登録してる人だけ。はい、というわけで皆さん、どしどし応募待ってます。現場からは以上です。